新情報シンカリオン Z。 バイキンのジョーです。はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z のね、最新情報の方を皆さんと一緒に共有していきたいと思います。で、今回はね、今回もだね、またまたすごい情報が飛び込んできたので、急いで撮影の方を開始したわけなんですが、ニュースのトピックとしては今回は4つだね。うん。はい、そんな感じで、じゃあね、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目が、2021年9月28日更新情報、アニメ情報だね。第20話、第21話の配信についてということで、エヴァンゲリオンシリーズとのコラボ回だね、第21話。第21話、20話もだね。20話について、放送後の反響を受けて急遽見逃し配信期間の延長&オンエア版映像配信が決定しました。また、第20話についても同様に、各有料配信サービスにてオンエア版映像が視聴可能となります。オンエア版映像配信ってどういうことだろう？ちょっと見てみようね。無料見逃し配信、放送後毎週火曜12時より1週間限定で配信している無料配信、シンカリオン TV、タカラトミーチャンネル TVer について、公開期間を1週間延長いたします。そうなんだよね。ちょっとジョーもびっくりしました。あれ？なんか、え？なんてね。見ながら思っていたんだけど、うん、期間の方が延長されたみたいです。まあそうだよね。見たい方たくさんいると思うしね。うん。で、期間の方がね、本来9月28日まででありましたが、10月5日火曜日。10月5日火曜日の12時までとなっております。で、さらにね、第21話オンエア版映像配信ということで、各有料配信サービスでの配信映像について、一部楽曲を差し替えた配信版映像でお届けしていましたが、あ、そういうことね。本日12時より残酷の天使のテーゼ。これは残酷なの間違いだね。残酷な天使のテーゼなどエヴァンゲリオンシリーズの人気楽曲を使用した映像、オンエア版映像が各有料配信サービスにて順次配信開始いたします。あー、残酷な天使のテーゼとか差し替えて配信してた感じなのかな？うん。だと思います。それが、ちゃんとね、本来の楽曲を使用したものも、配信されるということで、うん。あ、そういうことね。で、こちらに関しては、2021年9月28日火曜日12時より順次ということで、うん、まあ、もう配信されてる感じだね。で、20はオンエア版映像配信。これも楽曲の差し替えかな？あ、そうだね。本日12時より津軽海峡冬景色などの楽曲を使用した映像、オンエア版映像が配信になりましたということで、あ、そういうことになってるんだ。配信版。へー、普通にね。まあ、テレビ版同様に使われてるのかと思ったら、まあ、いろんな権利があるんでしょうね。まあ、それがクリアされたということで、本来ね、使用している楽曲が使用された配信版の方もね、公開になっているということで、皆さん、ぜひチェックしてみてください。エヴァコラボ、よかったね。ほんと、なんか、ワクワクドキドキが止まりませんでした。はい。おもちゃの方もね、一応、ジョーも予約はできたので、届き次第、レビューの方もしていきたいと思います。といったところで、続いて、二つ目のニュース、10月1日、イベント情報。北陸新幹線福井、敦賀開業に向け福井県とタイアップ。おー、本日10月1日金曜日から北陸新幹線福井敦賀開業に向けたタイアップを福井県と出発進行しました。おはは、よかったね、大樹くん。そっか、2024年か。へー。で、実施内容の方がコラボ映像&、コラボ映像の放送&配信。シンとタイジが福井県の見どころを紹介するスペシャル動画が以下で放送、配信。ぜひご覧ください。いや、そりゃ見るよね。あ、いいね、福井県の方。テレビの方がね、シンカリオン Z の福井テレビ本編。テレビの方がね、シンカリオン Z の福井テレビ本編放送内。あ、シンカリオン放送時に、まあ、このコラボスペシャル動画っていうのかな？もう放送される感じね。あー、いいね。あ、いいねって。よかった、見れるじゃん、YouTube で。こちらが10月4日月曜日から配信開始で、新幹線エンケロボシンカリオン Z 福井県公式チャンネル。あ、シンカリオン TV じゃないわけね。のかな？うん。で、見ることはできるみたいです。よかったー。こういうのね、地方限定とかだとね、まあ、見れないよなんて思う地域の方が。まあ、シンカリオン Z スタート当初もね、アニメ放送開始当時も、まあ、そんなことがありましたが、うん。まあ、YouTube で見れるということで、まあ、ここら辺は安心だね。はい。で、このコラボに伴って感じなのかな？絵画写真募集キャンペーン。新幹線と進化する福井の未来を描こうキャンペーンを実施。キャンペーン公式インスタグラムをフォローして、ハッシュタグ、新幹線と進化する福井の未来をつけて投稿してください。詳しくはこちらをご確認くださいということで、まあ、インスタグラムのキャンペーンであったり、さらにね、福井新聞、紙面にて、コラボビジュアル掲載。え、そうなんだ。10月2日。
今日だね。10月2日土曜日の福井新聞の紙面にコラボビジュアルを掲載、福井県に大臣ことをぜひご覧ください。いいなぁ。いいなぁ、福井県の方。欲しいなぁ。欲しいっていうか、まあ見るだけでも見てみたい。ちょっとね、情報がありましたら、誰か上に教えてください。ここで見れましたよ、なんてね。うん。はい、お願いします。といったところで、次のニュース見ていきましょう。次が、これだね、10月1日更新情報、グッズ情報。10月1日金曜日追加情報更新。シンカリオン Z ブルーレイ &DVD 発売決定。で、これは、そうだよね。追加情報だよね。何度もね、お伝えしておりますが、ブルーレイ DVD の発売は決定していて、今回は、その中で、あ、ブルーレイのアニメイト全巻購入特典のビジュアルが公開されたみたいです。さあ、どんな感じのものなんでしょうか。え、全巻、もう発売日に変えちゃいますよ、なんて人いますか。ちょっとね、欲しいんだけどね。ブルーレイボックスで、シンカリオン Z、どのくらい買えるんだってね。おもちゃどのくらい買えるんだろうってね。そんな感じで、アニメイトさんの全巻購入者特典が、あ、これだね。シンカリオン Z 運転士ステッカー。あ、いいね、ステッカー。だってさ、アニメイトさんって、確か、アクリルキーホルダーとかほら、プレゼントっていうかね、特典もあるし、さらにっていうところでステッカーもつくってわけでしょ。あ、お得ですね。お得です。かなりお得です。アクリルキーホルダー一つあたりのお値段、まあ、通常にね、特典じゃなくて販売している価格を考えると、かなりお得な特典だよね。あ、そっかそっか。うん。まあ、そんな感じでね、各法人で、いろんな特典の方がね、ありますので、皆さんもね、自分の欲しい特典を狙って、DVD、そしてブルーレイ、購入してみてはいかがでしょうか。はい、お待たせいたしました。本日の超大型情報。10月1日更新情報、アニメ情報だね。銀河鉄道999とのコラボが決定。すごい。新キャラ、月のメーテルが登場。いや、やっぱそうだよね。20はおかしいなって思ったもん。ね、この度 SF アニメブームを巻き起こした日本アニメ史に残る珠玉の名作銀河鉄道999とのコラボが決定。さらに今回のコラボから生まれた新キャラクター、新たなキャラクター、月のメーテルの情報が解禁となりましたっていうことは、何の運転士でしょうか。はい。新キャラクター、月のメーテル。シンカリオン Z 第20話にて、ほらね、津軽海峡冬景色の楽曲とともに突如登場し、ツイッターのトレンド、あ、そうなんだ、ツイッターのトレンドランキングに入るなど大きな話題を呼んだ謎の少女。その正体はファンからの予想も多かった銀河鉄道999、そうなの？一応全然予想してなかった。ファンからの予想も多かった銀河鉄道999とのコラボキャラクターで、北海道、おしゃまんべ町でいいのかな？合ってるかな？おしゃまんべ町に住む小学5年生月のメーテルであることが明らかになりました。声を務めるのは、ゆきのさつきさんです。はい。といったところですごいね。はい、キャラクター情報。北海道おしゃまんべ町に住む、おしゃまんべ町？おしゃまんべ町でいいのかな？に住む小学5年生。シンカリオン Z、H5 はやぶさ。シンカリオン Z、H5 北斗の運転士。え？ H5 の情報は出てないのかな？まだ。あ、で、超進化研究所、北海道支部所属ということで、これさらっとね、情報出てますが、H5 はやぶさの運転士です。そしてさらに、H5 北斗っていうことは、スーパー北斗だよね。だよね。どっちになるんだろう ?281 北斗？それとも261北斗？ちょっと、これはまだね、情報解禁されてないみたいですが、気になるね。ということで、H5 はやぶさの運転士は、月のメーテルに決定しましたということでね。無印は初音ミクで、すげえな、シンカリオン。うん。エヴァもすごいけど、そうきましたかって感じだよね。で、一応キャラクター情報の方でね、まあ、シンカリオンの情報を見てみましたが、H5 はね、まだ公開になっていないみたいです。うん。ちょっとこれは近日、まあ、情報解禁されるんじゃないのかなといったところで、まあ、ちょっとね、常日頃チェックしていきたいと思います。はい。といったところでね、ニュースの方は以上となりますが、今回もね、グッズ情報の方も確認していきましょう。はい。グッズ情報、前回が、この RF オレットを紹介したので、ここからだね。新幹線変形ロボ、シンカリオン Z DMM スクラッチ。価格が770円で、10月1日から10月31日まで。何これ？スクラッチ？ちょっとこれは見てみようかな。で、DMM スクラッチ。シンカリオン Z が DMM スクラッチに登場。ハロウィンの仮装したシンたちのイラストを使用したグッズが盛りだくさんです。へぇ。おうち時間を一緒に過ごせるクッションや、飾って可愛いアクリルスタンドなど、ぜひチェックしてみてください。あ、すごいね。A 賞がクッションで、B 賞がパスケース。で、C 賞がアクリルスタンドに、D 賞缶バッジ、E 賞カードステッカー。さらに、ダブルチャンスもね、いろいろとあるみたいでございます。何かこう、ネットで、やるスクラッチなのかな？こんなのあるんだね。
あ、販売期間の方が10月1日から31日までで外れ770円税込み外れなし、累計20枚まで550、配送手数料かかるのね、うん、お届け目安が22年1月中旬からげ、なんでもっと早くしなさいよ、ハロウィンのグッズでしょごめんなさい、も文句じゃないよ、文句じゃないよ、希望だよ。あ、そうなんだ。あ、でもこういうのがあるんだね。へえ、ちょっとやってみようかな。ちょっと やるときはね、動画にしたいと思います。はい。で、上の方に行くと、ブルーレイの情報だね。まあ、情報更新があったから上の方に上がってきてる感じかなといったところで、グッズ情報がね、今回は少ないんだよね。いつもだったらこうね、日数開けるとダーッとね、たくさん掲載されてる感じなんだけど、今回はこのくらいだね。うん。はい、そんな感じで。いやー、すごいね。H5 の運転士。だから、情報解禁が遅かったのかな？先にドクターイエローが、ね、メインビジュアルにいなかったドクターイエローが登場したのかな？うん。まあ、そんな感じでね、今後もね、新海 4Z の最新情報を追いかけ続けて、皆さんと一緒に共有していきたいと思います。はい、といったところでね、バイキンの女王のチャンネルでは、シンカリオンね、動画の方はシンカリオンからシンカリオン Z まで、こういったね、最新情報からグッズ、あとはおもちゃ情報、おもちゃのレビューなんかもね、たくさん動画の方は公開しているので、よかったらチャンネル登録をして、他の動画も見ていただければと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの。